はい、えー、そ塾の久保です。今日の暗号通貨ニュースは、ちょっと不穏な空気のするテーマが二つあります。一つはですね、あの、イーロンマスク、率いるテスラですよね。テスラとツイッターの CEO が、ビットコインをめぐり対談をするということでございます。これ、結構気な臭くないですかうん。これがですね、まあ、いつになるかと言いますと、7月、 21日にオンラインで開かれるイベントだということです。クリプトカウンシルフォー l for i n n というやつですね。いやー、これちょっと、きな臭いなーと思いましてね。皆さんにお知らせしていこうと思いました。これが、まず1個目です。もう1つのニュースなんですけども、こっちはね、皆さんにも関係が深いですよ。ドン。バイナンスって皆さん、暗号通貨の取引所知ってます 金融庁から警告が来てます。無登録で暗号資産交換業を行うものについてと書いてますよね。無登録で暗号資産交換業を行うものについて事務ガイドライン、えー、第3分冊。これど、どんなことか。<laughs> 何のことでしょうね。金融会社関係16暗号資産交換業者関係3 1 6の2 2に基づき本日警告を行いましたので、下記の通り 公表いたしますということでございます。バイナンスホールディングですよ。CZ になってますよね。で、所在地はわからないということで、これが不気味ですよね。内容なんですけども、インターネットを通じて日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っていたと。インターネット上で暗号資産を取引を行っているバイナンスと運営しているということですね。バイナンスは皆さんも使ってるんじゃないですか私はアカウント作ったことないんですけどもね。 いや、私、バイナンスはね、ずっとね、信用できないというふうに、皆さんにも言ってきましたよね。で、実際作ってないんですよ。いやー、これがね、私のね、嫌な予感がまた当たるんじゃないかなと思ってるんですけども、皆さん、バイナンスに、もしね、資産を預けられてる方がいるとしたら、もう一回、チェックしといてくださいね。それ以上は言えません。えー、今日は、この二つのニュースをお届けして、暗号通貨ニュースを終わりにしたいと思います。それでは、ありがとうございました。